声出ない。待てよ。こんばんは。声出なかった。聞こえてるこれ大丈夫？あれ？あ、大丈夫か。OK。おはよう。いや、寝てないんだけどね。寝てないんですけど、喋んないから。放送じゃないと。もう家では無言なんで、ひたすら。聞こえてる？よかったよかった。喋り方忘れてしまったね。ああ、大丈夫？見えてる？あ、OK。読み込みも終わってるね。今日はね、ライムってやつやります。あれなんかでも放送画面おかしいぞ、俺の。あれ見えてる？大丈夫？見えてるよね？聞こえてるもんね。待ってね。俺の放送画面がなんか、バグてる。バグてる。クルーてる。あ、OK、OK。よしよし。このゲームはね、ゼルダや以降好きな人は必見らしいですよ。これね、ちょっと前にね、エピックだっけ？なんか、あの、フォートナイト？とかの会社のところでなんか無料で配ってたやつをダウンロードしてね、いつかやろうと思ってたっていう。本当はね、あのベヨネットやろうと思ったんだけど、ダウンロードしてくの忘れたっていうね。面目ない。ダウンロードするの忘れてて気づいたらもう、あ、10時10分ぐらいなってると思って、今からダウンロードしたら遅くなるなと思って。はい、ライムです。イコとかね、イコや風の旅人、ゼルダなんかに影響を受けてると言われる本作。まあ、やってみればわかると思う。あれもね、なんか面白そうだなと思って。で、これ無料かと思って、ダウンロードしたんですよね。フォートナイト確かエピックじゃなかった。私これエピックだっけな、エピックかね、オリジンっていうとこ、どっちかで配ってたんですよね。いろんなゲームサイトあるんで。まあ、とりあえずやっていきます。こういう感じのゲーム。本当はね、最初の画面も見せたかったんだけどね。最初の画面の後なんか長い読み込みがあるから。すごい綺麗だったよ。とりあえず設定はね、あ、でも音量どうなんだろう、音量あれでやってないぞ、そういえば。まあでも大丈夫か、音量マックスだけど。この感じだと大丈夫かな。一応ね、BGM はちょい下げ？ちょい下げしたけど。うん。いや、もうちょい下げとか。これサウンドか？まあまあいいや。下げといて、敵を Y、Y、敵をした。で、敵をされてる？グラフィック。グラフィックはね、あの、手にしないとね、やばかった。すごい。画質いいゲームらしい。やっていきます。スライム。これ PC ですか？ PC 版です。でもなんかね、Xbox とかね、あれでも出てるらしいよ。プレステ4でも。確か。うん。ニューゲーム。コントローラーでやってます。今 PC でやったけど、マウスが。ちょっと音でかいかも。いや、綺麗だと思うよ。やばかったもん。俺のパソコン、30万のパソコンでも、このゲーム起動しただけでマックスになったからね。CPU マックスになったから、100% だったから、使用率。嵐。なんだあれ。マフラー。火の玉。何これ。羽か。今日も綾鷹でーす。綾鷹飲んでる。ライム。リメかと思ったら、ライムだってさ。サイトで知った。ほら、こんな感じのグラフィックいいでしょう。でも画質めっちゃ下げてるんで、これをね、マックス画質でやったらもっと綺麗なんだろうなーって思います。あ、動かせる。触ったら起きた。コントローラー、これ飲んでる。少年が進行。流れついてるね。あの赤いのって、この少年の、あれじゃない、マントみたいなのじゃないの？勇者みたいな。すごい。すごいぞ、なんかアラジンみたい。何ができる？これ何の動作なんだろう、これ。椅子に座る動作。あ、ジャンプ。ジャンプいける。へーい。ん？頭か。オッケー。レスポンスは良さそうだ。人で持てないのかな、これ。持てないの？屈伸かな？泳げるのかな？水きれいだね。泳げるわ。潜れない？
潜りはしないかも。とりあえず A ボタンジャンプ、 B ボタン屈伸、三角ボタン呼ぶぐらいかな。綺麗な場所つかめろ。あ、B ボタンでなんかどんぐり返りできる。どんぐり返りブーンよし。あ、え、何、あ、 B で潜れんのか。潜れる潜れる。綺麗だね、魚が今目の前通ってたけど。やばい、これ窒息死とかあんのかな。水の流れが なんかどんどん画面が暗くなってる気がするが、気のせいだったな多分。おそらくおそらく画面がめちゃくちゃ視界が悪くなってるけど、これは気のせいだな多分。決して息ができないとかそういうことではない気がする。あっ、おっ、あ、あ、リスポーン？なるほどなるほど、どんぐり返り、なるほどな。死んでもなんかすぐそばからやり直せるらしいが、これはどこ行けばいいんだ。あ、あっちか。はい、行きます。気のせいじゃなかったね。風のダクト思い出した。なんかそういう感じだよね、トゥーンみたいなアニメ調な、なんかこういう感じすごい好き。ライムっていうゲームもやってるよ。やってらっしゃいよ、こんばんは。無料でね、配ってたよ、ちょっと前に。登ろう。綺麗だね、なんかゼルダのさ、ブレス・オブ・ザ・ワイルドもこんな感じの質感だよね、草とか。料理できるかな、謎の塔が。いや、こういう感じね、好き。ぬるぬる感が。いや、画質ね、だいぶ下げてるけど、それでも綺麗だよ。画質マックスしたらどうなんだろう。パソコンぶっ壊れるかもしれないけど、ちょっと画質マックスしてみていい？ちょっと。設定で。グラフィック今非常に低ではないけど。最高にしてみようぜ、これ。やった瞬間俺のパソコンぶっ壊れるから大丈夫かな。あ、でもあんま変わんないかもしれない。うん。とりあえずなんか草のジャギジャギがなくなったりとかそういう感じなんだろうけど、ちょっとパソコン心配なんで声を戻すわ。ああ、ちょやるなよっていう話。グラフィック。うん、多分俺の視力じゃ多分そんなわかんないと思う。から大丈夫だろ。あんまわかんなかった。だから俺 4K テレビも 8K テレビもいらないと思うんだ。わかんないから違いが、どうせ。なんか持てたりしない？トカゲ持ってたりしないの？握力上がらんの？トカゲ持ったら。パソコン大事。あれがマックスなんだけど、俺の目にはなんかもうほぼ一緒に見えるから、いらないな。うん。何これ？ポケモンにいそう。何これ？ウサギ？ウサギが支配する島？あ、イノシシいるよ！待って！イボイノシシ、おい、ウリボー、ウリボーがいる、ちょっと捕まえたい、ちょっと飼いたい、ウリボーがいる、ちょっとどこ行った、ウリボーどこ行った、ちょ、待てウリボー、あ、いや大丈夫か、溺れるなよ、おい立ってって、溺れてないかウリボー、ダメだ、水飲んでる、え、なんかこんなとこまで来てしまったが。どこ行けばいいんだこれ。ウリボー相棒にならないかな。このゲーム相棒いるらしいよ。ちょっと、紹介ページで俺見たけど、ちょっと、誰が相棒なのかちょっとみんな想像しといて。このゲーム相棒いるらしいから。多分出てくると思う。教授に会えるだろう。おそらく。海水飲んでるの確かに。ここで水飲むってことは、海水を飲むってことだな。強い。これが野生の生き様ってやつか。OK、ちょっとマイクの位置下げた。だから、あそこに行けばいいんじゃない？あの塔見てたもんね。なんか登れそうなとこあるわ。行けそうなとこいろいろあるけど、多分、あれ親じゃないの？あれ、ウリボーの。ちょ、ダッシュないのかな？ダッシュ。これがダッシュ？ちょ、待ってよ。なんか何ボタンか押したらダッシュならないかな。回転はあるけど、あれだな。回転で仕留めることはできんか？ゼルダだったらここで焼けるんだけど、肉を。うん、ダメだ。あ、なんかある。待ってくれ、寄り道がすごい。あれなんだこれ。めっちゃ光ってる。お、これか？ Y！ すごい、なにこれ。
トゥルトゥルな狐かこれは。はあ。うん？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 どうした？どうした？ん？何あれ何あれ。なんかすげえ導かれてるけど、追っかけてけってこと？おい。なんだ4つ4つ集めると封印が解けるみたいな。これも狐かじゃあ。ちょっと待って、キュービの狐すげえ。この質感トゥルトゥルでいい、青い好きな色。え、そういうことな。いや、なんかどっかに連れてってくれるのかなと思ったら、そういうことな。まだじゃああれかな、あれ封印を解くまで城には行けないのかな。登れそうな、無理そうな。相棒が出来上がる、相棒が出来上がる。いなければ相棒を作ればいいという発想ですか。色綺麗だね。いや、これで見た瞬間面白そうと思ってね。しかもこれが無料で配られてたんだぜ、みんな。あれだ、みんなにも宣伝するべきだったな。俺もまとめサイトで知ったんだけど。何日までだぞって。ギリギリでね、ダウンロードできたんだけど。なんか行けそうなとこいっぱいあるな。行けそうなとこいっぱいあるぞ。まだ城には行かなくていいのか。ラスボスの封印かも。ラスボス、マジで始まりの街にラスボスの石像とかある？やばくないそれ。ちょ、まだ始まりの街だけど。オッケー。ほらね、こうやって崖登ったりとか、相棒いたりとか、すごいいろんな作品に、ね、影響を受けてると書いてあったよ。へえ。B? B? B? あ、はぁ、なるほど。そういうこともできるの。これ、ま、飛べるの？すげえ。すごいいいぞ。コラクション好きだぞ。見晴らしがいいね。あ、あ、絶対あそこあるじゃん。ええー、ちょっ。ああ、よかった。夢だった。あれ、掴めないの？あそこ。ちょ、えっ、おぉ。あぶね。あれか、あの白いところ、なんか白い線で囲ってないとこはつかめないんじゃないか、多分。やべえ、集中しないとギリジャンが要求されるぞ。多分なんかつかめるところはあれだ、白いなんかね、粉みたいなついてんだ、滑り止めみたいな。あれだ、ん、なんかいるやつは。ふっ、ああ、ちょ、なんだ、ちょ、わっ、怖っ。もう死にたくない。もう痛いのは嫌だよ。どこ行った？どこ行ったの？あれは誰だ？大人がいたぞ、大人が。男性か女性かわかんないけど。おう？いなくなった。ほんとか？飛び降りたか？いいね、ハラハラする。わい。はぁ。これで、二つ目解放した。すごいね。綺麗だね。ここ降りたらどうなるのこれ。死ぬのこれ。あ泳げないんだね。泳げないんだ。なるほどな。ここって降りても大丈夫なとこ？降りても死なないよね。大丈夫だよね。あ、いけんだ。オッケー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 。おお、ギリギリ飛べないのかもしれない。怖いもの知らず。これ回転して飛んだ方が、おお、ジャンプできない。飛距離伸びるかなと思ったら、そんなことはないか。人間の行動的にも多分無理だもんね。回転した方がジャンプが高くなるみたいな。そんなことはないか。そう、あと2回、はぁ言ったら、あの封印が解けるんじゃない？ちょ。おお、降りれる。B、B。よし。B で降りると。どこに向かってるの？今来た、こんばんは。このゲーム、ライムっていうゲーム。ゼルダやイコや、風の旅人が好きな人必見って書いてあった。風の旅人もね、持ってるから、いずれやろうね。イコとゼルダはやってるけどね。それで掴めんの？ああ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 危ない。まあ、結果オーライ。結果オーライ！よし！結果オーライだぜ。危ねえ危ねえ、死ぬかと思ったぜ。死んだぜ。待ってね、フォートナイトのアップデートが完了したぞってのがずっと下で出ててなんか嫌なんですけど。よし、はい、
け。フォートナイトのアップデートが完了した。インストール、アンインストールしてないからまだ。ちょ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 。モバイルだとスカイってある？似てる感じのゲーム？え、もう夕暮れとかあるのこれ。日沈んでないか？これなんすか？なんすかこれ。なにこれ、子猫小狐、歌ったりするの、長押し、違うか、まだなのかな、収集要素なのかな、なんだろうこれ、鼻歌歌ってたね。とりあえず封印解かなきゃいけないか。鳥はいるけど、暗くなってきたぞーい。時間経過という概念があるらしい、これ。マイクラみたいに夜は危険。あれかな、出てくるかな、ゾンビとかスケルトンが。どうなんだろう、戦いあんのかな、なんか、冒険アクションみたいな。でも、イコとかは戦いあったもんね。だとしたら、もしかしたら敵いるかもしれないね。わかっ、クラゲだ、すごっ。え、待って、降りて大丈夫これ。綺麗だね、これ、めっちゃ。降りまーす。あ、ダメなのか、見てほら、めっちゃクラゲいる。クラゲ触れたらね、めちゃくちゃ痛いからね、みんなやめようね。めっちゃクラゲいるじゃん。見る分にはすげえ綺麗なんだけどね。やべえから。かぶれるから。痛かったよー。待って、ここって登れるんですか？無理だよね、高さ的に。こっちも、待って、行き止まりだし。なんか降りれる海は、降りれるというか中に入れる海は最初のとこだけなんだね。最初のとこもあれかな、沖まで行ったら死ぬのかな。とりあえず息は一生できないってことは分かったけどね。水の中で。あとどこだろうね。2個やったよね。近場のやつ1個。めっちゃ光ってるじゃん。夜だから光がよく見えるぞ。まあ初めて見るゲーム。俺も初めてやるゲーム。知ってる方はネタバレなしでね。見届けて。あ、めっちゃあるじゃん。めっちゃあるじゃん。あと2つあるじゃん。余裕で見つけた。え、いろ、どけ、ああ、え、なんで守ってんの、うーん、え、ダメだ、どうすればいいんだ、弓矢か、弓矢を作ってくればいいのか、クソ、ダメだ、めっちゃイノシシに警戒されてる、ウリ坊連れてくればいいとか、ウリ坊人質に取ればいいんだ、じゃあ。そこら辺に転がってる子イノシシたちをちょっと人質にして、そこをどけ、こいつの命が欲しくないな、だな、そういうことだな、わかった、行ってくる、ちょっと待っとけな、人質そこをどけ、あれはなんだ、あれは行っていいの、落ちていいとこ、ここは、あ、イノシシへのワイルドどうぞ、ありがとう、設楽陽花さん、そっちありがとう。これ丸い印なんだろうね。迷わないような印？うん。ちょ、登りたいっす。あ、B、待って、B。あ、潜るやつかい。あ、すげえ。なるほどな。だから B が出たのか。B、A。すごいぞ。中に入れるとこあった。OK。また人いる？嘘、マジで。見てなかった。え、マジでどこ行った人？見てなかった。イノシシしか見てなかった。わい、はあ、オッケー、あー綺麗な色だったのに、キツネだねこれ、完璧、顔がキツネだ、大きい輪に上にいた、マジでちょっと見てなかった、全然ちょっとイノシシを人質に取ることしか考えてなかった、さっき、なるほどな、じゃあ降りまーす、どうやってイノシシを人質に取るかっていう思案していたよ、こんばんは、お邪魔します。いらっしゃい。ちょっと一回戻ってみるか。もう三つやったからね。三つ解放したから、あと一個だと思うんだけど、五つかなあれ。でかいのは違うと思うんだけどね。でかい石像があるのかな。五つ石像があって、四つちっちゃかったんだよね。小狐たちに。おい、そこどけよ、俺んだぞ。マジか。あれか、もしかして。別のところから。いけるとか、断崖絶壁あ、サンゴだ、おい、いけなさす、いけるっちゃいけそうだけども、
そんなですよね。フラフラする、頭打ったかもしれん。なんか別のところから行けそうな雰囲気を醸し出されているような、いないような。あっち側になんかロープがあれば、ロープでピューンっつって飛ぶとか。あそこから星綺麗、今日は満月だ、見えてるみんな、これ。うわー、めっちゃ綺麗、綺麗だな星。俺目が悪くなったからね、リアルの星全然見えないんだよね空見上げてもリアルの星全然見えないからさ、ゲームでだけでも綺麗な星を見たい。ゲームの星はめっちゃ描かれてるから見やすいね。あ、ここか、こいつらを人質に取ればいいのか。おい、なんか食べてる、何これ、何食べてる、スイカ、すげえ果物食ってる。イノシシってあれなの、雑食、肉食じゃないんだ。あれか、なんか果物持ってけってことか。フックショットがあれば。ゼルダー。待って。当たった。ん？ X。すげえすげえ。これ投げれんのかな？投げた！すげえ、取り放題だ。寄ってくるんじゃないのこれ。あげる？ほら。食べな。すげえすげえすげえ。これだ、やっぱり。もげたもげた。あ、待って、やめろ、俺のだぞ。あ、取られた、クソ。あの B 押すとね、置く。もう一回 X を押すと投げて B で置けるんだ。 OK、 ジャンプはできないね、持ってたら。重いんでしょこれ。ほう、あ、なんだよ、俺のだぞこれは。ついてくるんじゃないよついてくる、ほら、食いてえかこれがやばい、あー、よし、通らせてもらうぜ。よし、そこにあるんじゃねえか、まだ食べ残しがあるじゃねえか、まだ。よし、はあ、これで封印解けたやろ、行こう。あのりくん、なんだろうね、リンゴかな、でっかいけど。桃じゃない、でけえ桃。あ、ほら、そこ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 、どうだ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 、4つやってきたぞ。封印が解けるのか。そこにもあるね、フルーツ。どうだ、おおお、どうだ、ちゃうんか4つとちゃうんか。うん、オーロラか、なんだこれ、なんか出てない、キツネから出てる、あれ。ちょっと待って、遠くから見てみよう。はあ、冒険冒険、人生は冒険やで、これ。なんか出てる。鍵みたいだね、あれ。塔の窓みたいな。綺麗。で？あ、でも。あ、ちょっと時間が必要だったってこと？近づくと薄まるな。あ、いけるやん、いけるやん。ああ！ちっちゃくなっちゃった。あ、おうわっ、え、落ち、大丈夫、落ちないでね。飛んだ、すげえ、すごいぞ。なんだこの謎の神殿は。相棒、待ってくれ相棒。コンタコンタコンタ、待ってくれ。ファンタジーっぽくない、コンター。なにこれ、これ体育座りしてる子供、ムンク。はあ、なんだなんだ、人のゾーンとかあるんだ。コンタどこ行った、ゴンタでもいいよ、ゴンタでも。ファンタジーっぽくないね。ファンタジーのキツネの呼び方なんだろう、みんな的に。ファンタジーっぽくないよな。ネーミングが昭和なんですけど。なんとなくタヌキ感確かに。でもキツネってコンコン鳴くよ。お前キツネじゃねえな。お前さてはキツネじゃねえな。ぱっと見キツネに見えたけ。あ、おつ、相棒。見間違えたよ相棒。何？相棒？
どうしたの？下になんかドーナツみたいなのありますけど。なんだ？フェレックに見える？ちょっと待って。骨か。あれか？これだ。頭が平らな。子供の像。はっ。やば！怖っ。ホラーじゃん。びっくりした。首が座ってない。なんだあれ。ダウジングし始めたけど、首が。怖っ。言っといてくれ、そういう動きするなら。これは？光ってる。ああ！時間制限あり？言っといてくれ。そういう重要なことはビビるじゃん。オッケー。小玉みたいだね、確かに。もののけ姫にいた。ヘイ。ルルルル、ルルルル、ルルルル、ルル。うん。フルーツでどうにか。飛びつけ！かわいい。かわいい。毛がツヤツヤしてる。なんだ、後ろになんかいる。違う？あ、怒った。北の国から。どうしたどうした、どこに行かせようってんだ俺を。おい、もっと近くにいてくれ。なんでそんなリードしていくの。夜が明けた。一日経ったけども。あれ、コンタ、コンタどこ行った。ウリボーめっちゃいる。トリコッパさんもあるでしょ。おおお、あれか、3つやる感じか。あと1つなんか裏にあるな。見えたな今。隠れ隠れ小玉見っけ。わ、同時にってこと。何、なんか対応してるのがなんか。なんかあれなんだ、消える前にってことなんだね。なんか同時になんかやんなきゃいけない時ありそうだね、なんか。狐と一緒にみたいな。なんだ？狐の尻尾が。橋？狐の尻尾で橋を作れっていうことか。太陽が。眩しくない。あれ、たてのプラスチックこすった音みたい。プラスチックこすった音。そんな音した？待ってね。本当はあそこで待ってると思うんだけど、なんか色ところどころ光ってるよね。これは何なんですかね、これ。これコンタの像じゃない？違う？何これ？あ、なんか石板みてえなのが。ゲット。何？すげえ。5つぐらいなんかあったぞ。収集要素かな。ほう？尻尾の上を歩く。モフモフっぽいけど、途中で動きそう。水の色がなんかちょっと違う。ちょっと緑だよね、あの水。気のせいか。いやでも結構寄り道した方が良さそうだね。なんかいろいろありそうだよ。ここちょっと高すぎて登れんけど。4枚でハート増えるとか。ハートという概念。なんかでもないか？なんかメニュー画面、なんか持ち物画面みたいなないね。うん。とりあえず設定画面ぐらいしかないや。ね、HP ゲージもないし、ダッシュゲージとか、スタミナゲージとかもないね。武器とかあんのかな？剣欲しい、剣。コンタ放置。コンタ？コンタなんかあれ、剣むしれてないめっちゃ。歩くたびになんか。大丈夫？最終的にズル向けになってないコンタ。残像が見えるんだけど、コンタの。あ、コンタ。どうしたの？止まり木？おい。俺も乗りたい。どうした？かわいい。クシクシしてる。なんかあれ、ズームで見れないのかな？あ、あれ？あれなんだ？なんだこれ？裁判？お？はい。被告人？なんだなんだ？あ！なにこれ？扉？すげえ！なんだこれ？すごいぞ。謎解きが楽しい。まだ難しくないぞ。まだ序盤だろうから。売り棒よ。これ何、水なのこれ。これ緑なの何なのこれ。どっから見てもなんか扇形なんだけど。わからん。ここ出口？はい。水が綺麗だな。映像綺麗だな、やっぱり。本当に。
そっち、まあでも行くか。なんか入れって言われてるし。これ楽しい。今度は今消えなかった。今度はなんか、ね、だってもともとなんか石になってたし、神聖な精霊か何かなんじゃないの？ガチの狐じゃないんじゃないの？ねえ。ガチの狐っていうのもよくわからんが。ガチフォックスじゃないと思う、多分。精霊的なあれでしょ？ちょ、降りていいの？これ。これ降りていいの？降りますよ。降りますね。おうおう、水か。押せということだな、これは。やはり。お、ちゃんと持ち手がついてるぞ。親切。アクションゲームとかでよくさ、石とか持ったり引っ張ったりとか押したりするけどさ、ちゃんとこれ取っ手ついてるから。やりやすい。え？でも、何？なんか、飛んだ？今。あー、なるほど！なるほどな。今飛んだよね。ちょ、はい。滑りがいい、ここ。水、油か、これ。飛びまーす。よし。いいね。ジャンプ力よ。今ちょっとバタバタしてた、空で。なんか変な紋章もあるしな。模様みたいな。本当はどこさ、虫もいんのこれ、何これ。あ、トカゲか。トカゲね。今来た、こんばんは。トカゲだ。握力ゲージを伸ばしたいよ、俺は。また扉の形を作れということだな、これ。多分ね、ほら。あれだな。押してこなきゃいけない。多分左のやつを。取ってついてるし。吹き抜けだ。これも押せる？これ押せないよね。うん。で、ここと、うまく重なるように。そう。トカゲはワンダと巨像だね。あのトカゲシステム好きだよ。どこぐらいにすればいいんだろうね。なんか細かいあれがわかんないけど、とりあえず、だいたいここら辺じゃね？っていう。扉の形作ります。どうだ。下にも下がれんのか。だから、もうちょい手前かな？ねえ。ちょっと遠すぎるか。もうちょっとあれを引っ張ってくればいいかも。これ動かせないからね。これも。どのぐらい持ってくればいいの？わからん。近すぎるかもしれん。どうだろうか。置く場所床に書いてない？嘘？これ？え、マジで？はめるのか？もしかして。そのためのあれか？もしかして。普通にこれでいいのかな？そういうことか、そういうことか、あれ。そういうマークなのか、あれ。ぽいな、なんか。光ってる、光ってる。おい、オッケー！ぽかった。なるほどね。いや、もともとね、これ、ほんと値段ついて売ってるやつなんだけど、なんかのね、なんとかセールみたいなので、無料でね、あれだよ、ダウンロードできたよ。あ、でもあれだ、さっきフォートナイトのあれ、ダウンロード終わってたから、これやっぱエピックだ。エピックゲームっていうところでね、たまにね、なんかやってるんだよね。だからプレステ4とかのフリープレイみたいな感じかな。ね、毎月、2、3本なんかね、無料でプレイできますみたいな。そういう感じだと思う。ん？これな、何？ぶち当たるってこと？ちゃいますね。多分そういうノリだと思う。ん？まあ、とり、あん？なんだ？わかんねえ、用途が。用途不明。隙間から見える。コンタどこ行ったんだっていうか、全然いないが、コンタ。またなんか、オケマークある、オケマーク。ほんと？あ、こっちか。こっちから見るのか。見ていい？ちょっと。これか。今度は丸い形ってこと？でも上がないよね、上が。そして、オケマークがあるから。これこっちに置くの？あ、でも移動できるってことは、え、どっから見るの？ん？後ろにあれがあるね。
後ろに上の部分があるから、後ろも判定なのあれあの扉のとこ左側なんかゴールド、ゴールド金かな、わかんないけど、これさどこなんだろうねこれ定位置は、これなんか結構どこでも行けるからさ、これわかんない、いいのこれ、ここに置けば成立すんの、パーツ後ろにもあるから、後ろ判定もあるんだったら、うん、奥からもっと奥から見ろってことですかね、あれを通して見なくても、でも通して見なきゃダメだよね、待ってよ、あそこにあった足場気になるけど中だしな、待って、いろいろ見てみよう、左とか右行ってみよう、でもこれ持っていけるのはここだけだよね、この白いとこには上げれないからね、落ちるとこ、そこはロボットパルタってなんだっけ、アニメ、これなんか意味あるんですか、んんんんんんん、ええいける、逆向けたわ、近づけたら光るよね、おお、おお何、乗り移った、そんな完成したぞ、どういう概念でできてんのそれ、すげえ、映った映った扉のやつが、そういう感じ、まさか映るとは思わなかったぞ、どこなん、そしてこれ真ん中ね、すごいね、考えてかもうかなり適当だったけどね、これどういうことなの、ドアがいても無理じゃんと思ったら、いけたわ。そういうこと。なんかかなり不思議なね、ファンタジーだね、世界観的に。ちょ、カッチ。よいー。結構適当でもちょっと若干修正。コンター!むしれてるぞ、怪我。どうにかせんと。あ、なんか開いた。影送り的な?ナルトだった、これ、もしかして。ん?ここ、いいの?怖いよ、よし、おい、いやー、ウリボー、うん、あ、くそ、早っギュン、早いじゃん、こっちが開いたと、頭を使うゲーム、あ、いる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 、全身マントの未来の僕的な、俺なんかここの守護者みたいな、なんだこれ、怖、人型みたいな、ライトだね、緑色の目に優しいライトじゃん、お下上になんかあるぞ、これはなんだ、光ってる、ん、おお、何これ、妖怪メダル、何妖怪メダルだ、これは知らんが、鍵穴、馬のひづめのなんか蹄鉄みたいな、あ、鍵、おら、鍵だった、え、消耗品なのそれ、ああ、おお、また小玉の像、小玉の像が、裏側なんもない、待って、こっち側なんもないのかな、さっきのあのなんか集めるなんか石板みたいな、ないか、うん、でも全体的に暗いな、もうちょっと明るくてもいいのに、見えてるみんな大丈夫、画面、まあでも朝と夜を繰り返してるからな、明るくしすぎたら朝がすげえ眩しくなるし、ほい、はあ、どうした、わちゃわちゃしてる、ピュン、おお、穴通った、水出たよ、コンタ、コンタどこ行くねん、毛虫出てるよ、
大丈夫？なくなっちゃわない？コンタ。なにこれ？電波？トントントン。バリさん、バリさんの塔。え、どういうこと？なんだあの模様は。でもあれをなんか同時になんか3つぐらい鳴らす。なんか3つぐらいやったよね、小玉の像。3つ同時にやったら全部同時に流れて、わーみたいな。水がせり上がってきて、わーみたいな。電波に見えるね、携帯の。まさかのスマホ、スマホを買いに行く物語みたいな。そうなの。アップルなの、アップル。アップル離島店みたいな。やった、これで俺もスマホだ。矢印に見えた。バリさんって懐かしいわ。今言わないか、バリさん。ただ落ちるだけか。隠し通路かと思ったらそうでもなかった。どっから来たんだっけ？そっち側だったっけ？ここ降りちゃったら、なんかヒビ入ってんね。そこは降りちゃダメなんですかね。降りたらまた、ぐるっと入ってこなきゃダメかな、これ。鍵、足場、でもいけるぞ、一応。おぉ。そんな逃げんでも。え、何今のプチって。何なの？君がなんか、早いな。すげえぶち壊してくれる。大丈夫なの？めっちゃ警戒。すごいすごいなんか。追い立てて道を作れってこと？多分これ通れないよね、これ。すげえ。なんか知らんが正解した。またあの、ホラー映画始まるよ。ほれ。わっ。怖っ。残像が。怖えよ、それ。洗脳されそう。追いつけないけど、追い立てることによりなんか。なんだ？青い玉が。なにこれ？濃い？はい。なに？なに？三角。投げた。初めて見る表示の仕方だな。ほい。おお。あ。あ。うん。とい。あ、あー、あらららら。おいおいおい、あー。もう一個あるのかな。それとも投げんのかな。投げるっぽいね。だってねえ、塔の扉開かないし1個しかないし。なるほど、ね、そのためのゲージか。どっからやればいいんだろう。ここから。えいっ、ドゥバー。あの下の足場に投げるのかな。下というか一段低い。でも横に投げるから上にはいかないよね。とりあえず乗っければいいのかな、あっちに。とりあえず、乗っけるように頑張ろう。にん！ああ！もうちょい前から投げればいけるか。あの、直で台座には無理だよね、さすがに。台座から台座までは、そんな。もう一個出てきた気が。嘘、出てきた、もう一個。出てきた。多分、あれじゃない？明かりのことじゃない？丸い。あれね、火の玉みたいな。だから多分違うはず。とりあえず投げるんだと思います。よし、落ちんじゃねえぞ、落ちんじゃねえぞ。オッケーオッケー、やっといけた。ギリギリで投げればいけた。これ割れないか心配だよ。高そう、水晶球。おいっと。勢い余って落ちそうで怖い。登ります。あれ持って帰りてえな、帰り。帰り持って帰ります。何今の、コンタ？コンタか？お、登れる。あ、ええー。あ、コンタが待ってる俺を。トン。コンタ！うわぁ、また毛抜けた。コンタどこ？ちゃんと上に来いよっていう。また光の玉が？
取ったらどうなる。はい、あ、お、崩れてますよ。待ってよ、これを取るとあそこが開くね。ここに入れろってことあるんだよね、これ。あるんだね、あるんだ。持ってどうするかだよね。あそこもなんか、ん？あそこも開くのか。待ってよ。あそこかい。なるほどの、なるほどの。そこに置けということか。あっち側だよね、まずは、多分。部屋に飾りたい。ここのやつをあっち側に投げて、だと思う、多分。上には投げれないからね。横に投げることならできるから、あっち側ならいけるよね。これで。向きがわからん、どっち向いてるか。ドン！落ちるなよ！ゲットだ！よし。オッケーオッケー。で、これをはめるっと。ポポーン。よし！あ、もう余裕では？もう一個あるのか。もう一個あるぞ。ここ、でもここをどうすればいいんだろう。あ、なんか出たじゃん。ほい。これで、ね、お、開いた開いた。いけたじゃん。よし、一個使わないんだな。お、お、また。何が開くんだ、今度は。おー。何このパズルみたいな。おいー、ぴったり。シュワー。お、鍵がゲット。この映るやつなんだろう、マジで。ゲットー、鍵だ。おお、何これ、飛び降りろってこと。テカテカだね。どっちから降りても大丈夫やつ。すごいすごい、鍵ゲットした。なんか鍵がいるみたいなとこあったもんね。これで鍵持っていけるということかな。オッケー、大丈夫。この高さは知らん。あー、怖っ。すまんな。最後にご飯をあげよう。よく頑張ってくれた。ほら、ぽい。食べな。あ、食べてる間逃げないんだ。食べてる間警戒心ゼロでした。トイレに見えた。トイレのマーク。トイレに行きたくなったら、この、これをかざせばいいんじゃない？これは何だろうね。ここで鍵がいるんじゃなくて、ここで鍵が手に入るよっていうことでいいのかな。これってさ、待って待って。これ右のが今いるとこで、まあ、橋を渡ると、あれに行ける、鍵が手に入るっていうことではないのかな。なんだろう。この鍵どこで使いでしょう。で、この水を流すやつはいいのか。最初以外触ってないけど。3人いるよな、でも。そこに鍵あんじゃんっていうか。真ん中にあるじゃん、鍵。水止まっちゃうよね、すぐにね。多分これ3つ同時にやると、あそこへ行けるようになると思うんだよね。あれから水が溜まって、泳いであれ取れるのかな？あの鍵みたいなの。そういう流れか？ね、全部やったら水が止まらず流れ続けて、でっけえ噴水になりそうな。でも同時に無理だもんね。何これ、スフィンクスみたいなのいる？え？ペイ！なるほどな。あともう一個持ってくれば、何かしら大きいんだ、これ。取られた、ただ。ただ取られた。くそ。何が大きいんだ、これで一体。ここで使うんだから、あっち側の取ったんだよね。だからこっち側にも鍵、ああ！びっくりした。びっくりした。あっち側にも鍵あるんだ、じゃあ。取ってきます。左右にあるんだな、鍵が。こっちって来た道では？違うか、バリさんの塔だ。あ、下降りるところあるじゃん。行けないと思ったらいけそうだ。明かりもあるし。うん。こっち飛ばしてあっち行っちゃったな、さっき。いける、ここに、何？落ちそう。やっぱりな！なんか色が、白かったもん。くそ。老朽化してた。これどうやって帰ればいいんだよ。多分用意してくれると思うけど、帰り道。
絶望なんだが、そこな、俺上から飛ぶんで大丈夫です。はっ、オッケー、下まで下がる。あ、ポンタ、ポンタが俺を呼んでる。行かねば、もう戻れない。はいねー、あそこって行ったっけ、出っ張りがあるぞ、あっちにも。んー、なんだ俺は、ギミックが。はい、これやると何があるの。ほう、え、なにこれ、4つ同時に、多分消えちゃったらダメなんだよね、あれね。何かすれば4つと、あ、これ、これは、おお、早い。待って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 、捕まって登れるか、いける、俺ならいけるはず。えいはあ、おい、いける。で飛びます、完璧んで、降りまーす。おお、視点が、うん、おお、おれい。ん？なんだこれは。登れない。この視点ってことは何だ？なぜこの視点になる？戻れないね。ここで Y？ え？何それ？何これ何これ、スピーカー、スピーカーなのこれ、やべえ、すごいぞ、拡声器だこれ。はあ、はあ、ふわーん、あー、これ使えばあれだね、広範囲を同時にはあで、はあできるわ。なるほど、マジか、面白いギミックだね。まさかこれ拡声器と思わんかったけど、はやろ、はあ、すげえぜこれ、同時にはあが、複数のはあを同時にできる。真ん中登るんか、下なんかないんか、下落ちたら、あ、なんかあれ、そうじゃない、日差し、日差しだった、なんだよ、石板くれよ、また戻れて。はあ、覚醒器だった。でも何なんだろうね、この子の呼び声に反応してるのか、誰でもいいのかだよね。あの歯は誰でも有効なのかっていう。届きません。この子だけ選ばれし子、なんで漂流してたんだろう、うん、おお、すごいね。回ります。握力やばいな。俺絶対こんなんできないもん。ポン。あ、また覚醒器みたいなのあるよ、これ。覚醒器なんじゃないのこれ。はあ、何、卵、飛びます、卵くれよ、踏んだ、血も涙もね、卵踏みつぶしたけど、ありがとう。え、何これ持ってって、あの届かないとこに歯しろってこと？愚痴だって。はぁ、あ、届いた？届いた。おぉ。おぉ。なるほど。これで3つ同時に歯ね。めったこんばんは。むごい。はぁ、あ、あれか、ちょっと時間が遅かったか、ちょっと待ってね、一回、よし、最低、待ってよ、早めにやんなきゃいけないんだ、あれが出てるうちにね。ここで届くかな、届きません。はあ、はあ、
ほら、これで3つ。オッケー。うおー、すごいすごい。時間制限系だったね。これでまた登れるってこと？まだ登れる。あの塔は全部飲んだら鳥の逆襲が。ゼルダだったら鶏に襲われてる。で、そこかい？うい。うわあ！怖。すまん。もう、え、なんで？掴める場所なかったあれ。掴めるでしょあれ。なんで？なんでミスった今。え？もっと上からか。一段上から飛べってこと？あれ掴めると思ったんだけど掴めないのあれ。粉ついてないの？滑り止め。滑り止めついてないのかあれ。すまん。一段高いところから行けってことだった。俺てっきりあの白い、外側掴めると思ったのに。もう。無理だったわ。ダメだ。B ボタン押しても。ダメだった。無理だわ。あ。鳥が怒ってる。掴まれるところはね、 B ボタンでこれ降りれるから、さっきのところは掴まれません。サスケみたいね。サスケ命がけのサスケだね。おい、あれか、その木に登るのか。おお、もじゃもじゃが、え、左か。すごいとこ行くな。だ。うわあ途端に悪ガキになっちゃう。すまん。君は勇者なんだ。そんなことしちゃいけない。だって楽しいじゃないですか。最低だな。これが本性ですよ、人間の。あえてあえて最低だな、マジで。でも登れませんよこれ。登れないんですけど。え？ここか？あ、ここ行けるじゃん。いや、鳥と戦いって俺は。鳥に挑まれてんだけど、鳥が全然俺に。はぁ、あ、え、どこまで届くのそれ。え、すげえすげえ。え、反響し合うんだ。すごっ。とんでもない兵器に使えそうだな、このなんかシステムを利用したら。そうだーい。まさか玉同士で反響しちゃうとは。やっぱり水がほら。きれい。すげえ。あれ何の木？真っ赤だけど、もみじ？すごいすごい。ピタゴラ的にどんどんいろいろつながっていってる。すごいぞ、これは。バルスって言ってみよう。ラピュタまで届くかな。ラピュタまで届くか。おお、ポンタ消えた。よし、おう、悔しかったら僕に突撃してこい、カモメ。まったく戦う度胸もないのに。こっちね、ポンタいた。今若干踏みつけてしまったようだが、直前で消えたからセーフ。飛行石も光るもんね。待って、あれだ、さっき真ん中にさ鍵あったのに咲いちゃったらダメじゃん。咲いたらどっかに行っちゃったんじゃない鍵ね。えどこ行った鍵。真ん中にある。鍵は真ん中にある。ちゃんと避けて咲いてた。避けて咲いてたわ。よかった、アンガトナゲット。よし、これで、また見てる。あいつなんだ、あいつ誰だ。コンタが横にいるよってことは、やっぱり、あれは未来の僕。コンタのパートナーは僕なので、これ。どうなる？階段になるか？賢い。トゥルトゥルな、スフィンクスだよね。
オッケー。これ何製なんだろうね、これ石なのかな、これ何これ、なんか写真貼ってあるよ、何これ、フォトが王様と子供、俺と同じようなマント着てるよ、なんだ喧嘩した、すげえ綺麗、ほう、なんだこのグラフィックは、すげえここだけで一生歩けるぞ俺、綺麗だな、こういうとこ行ってみたいな、高いとこ苦手だけど、すげえめっちゃ綺麗、水がめっちゃ綺麗やん、すごいよな、よくこういうゲームを作れるよね、すごいよ発想が、はい、入れてくれ俺を、でもせっかく来ても空洞なんだよ、ロマンを感じるね、敵とか出てくる、今んとこ出てないね、どうだろう、こっからなんかどんどん巻き込まれていくのかな、やべえ戦いに、今んとこなんかあれだね、ドラクエ7の序盤みたいな、敵出てこずに遺跡探検みたいな感じ、ういやべ、これ一歩ミスったら死ぬじゃん、これ音楽もね静かに流れてるね、まあ、BGM 下げてるから、もし下げなければ結構大きい音で BGM うもおお結構ギリ聞ける、ん BGM 止まったけど、ボス戦かもしれん、ボス戦か、おお卵ないじゃん、巣なのに卵ねえじゃん、チェ、おおなんだこれ、金の玉じゃ、玉じゃ金の玉じゃ、どうした、なんだ今なんか X ボタン出てたけど、金の玉があるぞ、んなんだ、月人の像、こっち何もないよ、立てばいいんだ、違う、俺が像になれば、あれか身長が足りんから成長するまで待つ、ここであの横の像と同じになるまで待ちます、成長待つなわけ、ん何をしろと、わかんねえ、玉じゃ橋がねー、待ってくれ、あの玉つかめんのかな、なんか X ボタン出てたんだけど、んどこで X ボタン出てた、うん、うん、X ボタン、あっいけるやん、判定が、時操れるの、どういうこと、え、めっちゃやばいじゃん、やべえ速度で年取っちゃう、これすごい、え今これどっち進んでんの、夜になって朝になってだから進んでんの、これ戻せってことか、でも綺麗、何これ、まさかの世界を操ってる、これ巻き戻ってるんだよね多分、これ巻き戻ってあの像があるとこまで巻き戻せってことじゃないの、え、そういうこと、多分時計回りに進むとあれだよね、進むよね、じゃこれやりづらそう、これ逆にした方が良くない、これ球をさ手前に転がすってなかなか手間だよね、これどうせだったらさ、お、お、待って、ああ、僕ちゃんとあれだ、アナログスティックをちゃんとぐるぐる回さないと、これ通りに、そういうことじゃないのかな、時進めればいいのかな、ねえ、石像がとりあえず橋があった時代まで戻せばいいってことじゃないの、わかんないけどね、進めてもだってね、どんどん崩れていくだけでしょ、だとしたら長えな、あ、夜にしろってことじゃないこれ。ねえ、なんか月のマーク出てるもんね。そういうことか。そういうことじゃない?月のマークってそういうことだ。俺てっきりなんか、すげえ時戻れよって思っ
え、でもだとしたら影、あ、影をこっちに移すのか、ぽいなぽいなぽいな、影を右に移せばいいんだ、そういうことだな。時計回りだとしたら左に戻りで戻るのでは、さっき左もやってなかった、待って、影を、あれ待ってくれ、待ってよ、会う日と会わない日があるのかな、影の感じで。ここにあれだね、あの真ん中にあの影を合わせると左が光る。ちょっと待ってよ、なんかこっち側でなんか影を作る、ないよな、でもそんな、どうすれば両方光るんだろう、両方光れば多分、でも視点はあそこで固定されちゃうからな。だって裏側になかったりしない、押せるものとかないか、あ、そうか、やっぱ自分が成長するまで待てばいいんだな、そこで固定して、そうだ、離してから、そういうことだな、これだ、すごい、やっぱり自分が立つってのは合ってたね、俺はそれを予期していたのです。うわー、おお、俺が石像になること、あ、何、眩しす、よかった、成長するまで待たなくてよかった、よかった、やっぱ俺は選ばれし者だったんじゃないか。あの金の玉も帰るとき持って帰りますね。純金かな？メッキか？でもこのゲームどんぐらいなんだろうね、プレイ時間。いるね、奥に。成人男性と思われる。多分女性じゃないよね。わかんないけど。主人公の性別もわかんないけどね。いやでも男の子か。女の子だとしたら丸出しだもんな。さすがに幼いとはいえ、丸出しはないよね。みんなも昔丸出してなかったもんね。だったら男の子ですね。だったら、いや私丸出してたよって人いたら挙手願います。丸出してましたけど、幼い自分はそんなことないですな。ん、どこ行って、右に玉座か、これ誰見下ろされてる。これ玉座だとしたらやだな。めっちゃ背もたれに見下されてんじゃね。はあ、はあ、何、おお、そっちか、うん、規制かかりそう確かに女の子だったら規制かかっちゃう。ああ、ちょ、戻るとか聞いてないですけど、はあ、現代日本で丸出しは、え、暗いっす、すげえ暗いっすよ、ちょ、何？なんかこぼした？ん？え、何？何？何？よかったの？いい具合だったの今の？うん、ありがとう。ん？光をなんか繋いでいけみたいなことだったのかな？よくわかってなかったんだけど。うん、ペコちゃん、お、何？今なんか一瞬バルってならなかった？気のせい？玉座の裏にいっぱいあるから、あそこ玉座じゃないかもしれん。ね。あれ、右上のあれか？オートセーブ？ん？ん？ん？あ、あ、道があるけど、あ、わかった。ふんダメか。バリン、待てるか、あれ。押せるか、横に。取ってあるのにな。持ちてあるのに。押せね。待って、右側は？右側は封鎖されているだけ？かい？いけるか？あ、いけないことはなさそう。でも、壺あったし、左側かな。ん？こっちにも壺あるじゃん。壺だらけじゃん。こっちは奥が見えない。あ、これいけるんじゃないの？しゃがむボタンない。しゃがむボタンないね。なかったです。
しゃがめればいけそうだったな。ふんふん、ダメか。回転でも入れそうなぐらい小さいけど、主人公階段登るべきだった。これ一周回った、これもしかして。あ、なんか入り口じゃねえ。風がすげえ吸い込まれてる、あんなか。ん、あ、あ、怖い。お、またなんかこの足跡演出みたいな。おおおおお、これ何なんですかね、これ。何なんだろうこれ。はあ、とりあえず中に入らず壊していくか。声量すご。誰だっけ、なんかマライア・キャリーだったっけが、なんかツイッターでなんかやってなかった、割るみたいな、パーンなんかやってたよね。あ、割るじゃない、あのペットボトルチャレンジみたいな、やってなかった。いやー、バリーバッバッコーンキャップを飛ばすみたいな、やってたよ。すごい、やはり声量を上げるの正義。暗すぎる。ここは一体。ここは何、外れの場所？出口わかんない。暗すぎて。見たでしょ。あれすごいよね。あまりの高温にキャップが耐えきれず吹き飛ぶという。ボーン。なんだこれ。上に登れるところがあったか。後で来るんかな、これ。多分壺を壊したところで何かあるのかな。何かしてから鍵穴見て、逆に。暗いよ、朝になってくれ。登れる？えっ、おお、関係なさそう。そこには登れないよね、登ったところで。なさそうだし、うん、降りるか。いや待ってよ、とりあえず一周回ってみよう。なんかねえか、つかめそうっちゃつかめそう。あ、なんか隙間あるじゃん、あそこか。あっち行ってもなんもないかな。行くぜ。えん、オッケー、やっぱりほらな。よし、いけるとかあったやん。あの壺の中めっちゃ気になるけどね。壺壊した中、あれ。これなんか先進んじゃいそうじゃない？これ。ちょ、先進んじゃいそうだね。なんかあったんだよね。ちょ、ごめん、戻るわ、ちょっと。ごめん。すまん。これ多分、先進んだら戻ってこれなくなっちゃうよね、多分。わかんないけど。ピャッ！死ぬんだ！死ぬんだ、僕は。僕死ぬんだね。あ、あ、あ、おお、いけるやん。さっきなんで死んだ？すまん、ちょっとこれ。中に多分石板あるやろ。あ、ほら、なんかあった、やっぱり。きっといてよ。これ、明かり方だの。明かりだ。いけないね。死んだ。すまん、なんもなかった。いや、でもここじゃないんだ。風がビュービュー吹いてたの、ここじゃないんだ。そっちから来たんよね。うん。だって、どこだったっけな。まあ、とりあえず、一周回ろう。どっかからね、風ビュービュー吹いてたから。関係なかったのかな。せっかく戻ってきたんだぞ。何かあってくれ。頼まい。ここは入ったんだっけ？ここはただ暗いところか。ここは入った、入った。何箇所かあったんだよね。ここもか。ここ入ってないだろ、多分。ここもただ暗いだっけ？ただ暗いだけじゃん。くっ。ただ暗いだけだった。こっちは？
風吹いてたとこどこだっけ。あれどこも例外なく風吹いてたのかな、もしかして。こけた今。え、なんで今俺こけたの。全然暗くて見えんが。暗がりね。あ、これ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 、風めっちゃ吸い込まれてるやつ。入ったら死ぬ。おおおお、え、こっちが進む道なのか、もしかして。どっちなんだろう。え、え、こっち？これ進むと思って戻ってきたのに。あれ、塔の上に登るんじゃないの？地下っぽいけど、これ。やべえか。やべえか、行っちゃうのか、これ、もしかして。こっちっぽい。うわぁ。こっち、もう行っちゃえ、もう。あっちに石板あったのかな？こっちっぽい。暗い。光をたどって。あそこ、なに？歌うまいやん。俺もいけるし。待って。光ってないところは、足場がないっていうことだね。こっち？澄んだ声をしてるね、すごい。こっちか？暗いよ。暗すぎる。これこっちに行くとかあんのかな。え、逆に離れるとかあるのかな。あ、ぴょ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 いぴょいぴょい。離れるとか、離れても結局やっぱ近づいていかなきゃダメなんじゃないの。薄ぼんやりなんか明かりじゃない、なんか足場あるかなっていうのはちょっと思うよね。これ近づいて一周回ったんじゃないでしょうか。もうそろそろ、くそ、付近まで行ってるのにな。やっぱこれは近づくという発想をやめないとクリアできない系かね。少し見えるよね、ぼんやりと。あ、行けたっぽい、行けたっぽい、ぽいぽぽいぽい、行けたぽ。え、乗った。はい。何？暗い、狭い。見えん。お？お？なんか見えるのに。おお。なんだ？歌わないでっていうコメントがあった。くそ、見るんじゃなかった。なんだ、壁になんか文字書かれてる。これは、はあ、2、3年ぶりに見た。あ、ありがとうございます。ニコ生な、懐かしいな。結局上に上がるんだ。さっきの何だったんだろう。行っちゃえばよかったな。進んじゃうかもしれんつって、ひよったのに。もやもやしております。高いっすね。あ、見てる。え、マントの下裸じゃないこれ。おい、ちゃんと隠してくれよ。全裸マント全裸マント漫画。おい、全裸漫画全裸漫画どっか行った。おい、待ってよ。うおー、やばい。これトイレ、これ、もしかして用足したくなったらここで出せば吸い込んでくれるから清潔が保たれるんじゃないの。これボットン便所だ。これ古代のボットン便所だ。ただの変態じゃないか、プロボクサーにさ。全裸マンマンの部分にマンとかかってるから正しいね。
トイレじゃん。ん？そっちか。明る。え、こっちはもう行き止まり？行き止まりです。ほう。なんかめっちゃ光ってる。やべえ匂いがプンプン。てか、コンタどこ行った？くそ、コンタ全裸マンに。え、なに？豪風が。やばい。なに？座れそう。遠い。意外と。そして。地形どうなってんのこれ。行っていいの？俺あの島クリアしたらクリアかと思ったんだけど、別の世界に行きそうな雰囲気がするんだけど、これ。大丈夫？うわ、すげえ高い天井。砂が、え、なにこれ、なんなの、怖い。楽しみだけど怖い。ちょっと、はあ、なんだなんだ、どうなるどうなる。全く別のとこ行くかな。砂漠、雲の上、なにこれ、ウユニ湖だ。違う、どこ、うん、あ、マントないじゃん、そういえば。え、雪？なんか白いよね。あれ、マントか、俺の。あ、なんかぼやぼやしてる、あれ。船、あれ。あ、ちょっと、俺の布。僕の布だぞ、それ。返してくれ、一丁らが。それなかったら寒い時どうすんだ。ああ。くそ。その布がないと、寒い時に右半身を守ることができん。やっぱ船だ、これ。登り、登り、ちょ。どうやって登るの？じゃ、ジャンプできんくないか、ちょっと。あ、わあ。わあ。わあだね、それ。そいつはワーだね。ここか。なんかね、ジャンプできないよ、今。登れた。せい。飛ぶんだろ、どうせ。ほらな。やばい、雷雲が。やっぱこれ雲の上なの、これ。雲の上に雲？雲オンザ雲なんですけど。やべえ。超近いから雷落ちるじゃん。うんうん。あ、これロード画面ですね。うん、これ最初起動した時になんだこれと思ったけど、これロード画面っぽいです。そこそこ長いんだよね、しかもこれ。ロード入りやした。どこかな、どこら辺まで行ったかな、真ん中ら辺まで行ったかな、一周して。おお、早い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 、すごいすごい、行った行った。舞台変わるのかな。ん、戻ってきたか、もしかして。え、なんか壮大な世界を期待したのに。いや、人が石になってる？やばい。ああ！うわあ！人が石になって、それを俺が崩している。これなんか黒いの出てんの、なんなのこれ。やばい。大丈夫か、みんな。呪いか、これは。これ元人間なのかな。積極的に、いや違う、俺は元に戻そうと、仲間を元に戻そうとしてるだけなのに。ダメだ、不用意に触るもんだから。みんな死んじゃった。うわあ。いや、でもなんか出てるからさ、これ全部壊すのが正解なの？違う？な、壊すたびになんかカルマ値が溜まっていって、バッドエンドルートみたいなことないよね、これ。この黒いモヤモヤは？違うよね。ゴーじゃないよね、俺の。わからん。負のエネルギー的な。よし、全部壊したぞ。褒めてくれ、コンタ。コンタ？全裸マンをどうした？コンタ、コンタ逃げないでくれ、俺を。もう振らせてくれ。最初以外触ってないぞ、コンタに。俺は触らせてくれ。
またいるじゃん。顎ない、口開いてんのかあれ。おいた。業がどんどん溜まっていくから多分やべえエンディング迎えるぜこれ。でもさっきと別のとこじゃないこれ。雰囲気変わったよね、死刑と。あーコンタが絶対触らせてくれないのな。早いぞ、狼みたいな動き方すんじゃん。アマテラスみたいな神様なのコンタは。おい、なに、いけた、くるりん。しゃがめないのかい。隙間、いけそうな隙間めっちゃあんのに。隙間は絶対通らないの、プライドがあんのかな。隙間は通らんぞという。なんだコンタの鱗粉。おおおお、何これ。ん、3つの塔が、3つの塔になんか恐竜みたいなのみたいよね。プテラノドン、壁画が何を象徴してるのかわかんないけど。あ、今度いた。全体的に暗い。コンタ？いた。でも道案内だよね、コンタね。完璧に。おー、明るくなったね。おー、朝じゃん。え？コンタ？いる？また、あ、またあれか、金の玉が。コンタ？絶対触らせてくんない。次はなんだ。お、扉かな、扉だね。おお、崩れた。コンタ、え、やべえ、え、うわー、やべえ、ボス戦だ。おお、逃げゲーか、逃げゲー。あ、金の玉、泥棒、泥棒、俺の金の玉が。こいつ金目当ての強盗だこれ。あれ風車なのあれ。コンタが追ったぞ、警察犬、警察コン。うわー、かげろうがすごいけどこれ。揺らめいてる金玉泥棒。そうだ、あいつ金玉泥棒。あ、やばい、あ、それ卵じゃねえぞ。 やべえやべえって、こいつガッ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 、逃げろ。ああ、金玉泥棒め、いい、く、大丈夫か、ここめっちゃ喉乾きそう。砂漠エリアじゃん。俺のだぞ。俺の金玉だぞ。え、なに、このジャギジャギ、なに、あれか、こういう影のあるとこにいないとあれかな、捕まれんのかあれ。危険ってことだなこれ多分。ほら、この危険ゲージがマックスになると連れ去られるんじゃないのこれ。俺を連れてけ。捕食。あ、宮本龍二さん頑張ってください、ありがとう。スパチありがとう、ナイスパー。なるほどな、やべえじゃんこれ、自由に歩けないじゃん。じゃあここヒーヒー、怖えよ。なるほどな、そのためにこんないっぱいあったんだ。建物めっちゃあるやんと思ったらそのためのもんなんだね。怖え、うい、うん、怖、猿まで待たないといけない、あいつら。お、地下だ、地下だ、安全を、地下。おお、はあ、何、行き止まりじゃん。絶対この隙も入れるのにな、ゲームだからな。この子の身体能力だったら 100% 可能なのに。くっ、よしよし、一回一回
あいつも諦めんねん。熱中症なるぞ、あいつ。怖い。怖い。画面がぼやぼやして怖い。鍵が。うん。うん。鍵欲しいっすね。ちょっと。行かねえと、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 怖え怖え多分こういう地下のどっかにあるんだろうな。お、いいぞ。通じてる、通じてる。別のところから出るのか、これ。なるほどな。通じてるとこ、通られへんのかーい。おいー。くそ。登れねえとこあんのか。入る専用、あれ。帰り道かな、だったら。帰るときはすぐ帰れますよ、みたいなことか、これ。一方通行だもんな。ちょっと、とりあえず近場で。これ、夜とかなったらどうすんだ、これ。コンタ、コンタの声聞こえた。コンタの声聞こえるってことは近いのか。コンタの声聞こえたよね。ちょっと近場に穴があるからそこだけ見ていい。ここでもコンタの声聞こえた。コンタここじゃん。ナイスコンタ。ここじゃんか。おおお。ワイはぁ、音声認識どこ見させればいいんだこれ。でも注目させろってことだよねこれ。あれかなんか扉回転してるのかこれもしかして。あーなんか扉だこれ。なるほどな。すげえ。全体的に回転してたあいつ。ああるやん。簡単やった。めちゃくちゃあったよ。くれ鍵。あ3つあんのかな。なんか3つ登壇あったもんな。3つの鍵が必要もしかして。はあ、こだまです。うわーすげえ。壁画が現れた。なんだ、雷でこいつ倒すのか。あれかな、風車を動かして、さっきあの黒い雲いたじゃん。あの黒い雲をなんか風で移動させて頭上に持ってって雷みたいな。雷雲を利用すんのか。ペー、そうペーぞこれ。分かっちゃいました。でも怖い。ちょっと、あれいなくなった。もしかしていないんじゃないですか。いるー。怖え怖えよ。叫びすぎだろ。どこだ、あっちか。でもやばいやばい、これ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 やばい、ピー怖え。怖すぎる。次どこに移動すればいいんだ。そこねえじゃん。影ねえじゃん。あれ間に合うのか、あの影。間に合うのか。間に合った、怖え。絶対間に合わんと思った今。うわ怖え、怖い怖い。圧がすげえ。あー今来ていらっしゃい。おお、開け。ああよかった開いた。なんだ、うん、うつむいてるね。はあ、そこか。おおおおおお、時間制限あり、時間制限あり、それ時間制限あり。やったね。ふんここじゃ叫んでくれないの。頼むぜ。音いいよね。おー、星座かこれ。カニ座は？ん？弾が浮いとる。はぁ！おー。
向きを向かせて繰り返していくってこと？はあ、はあ、違う、こっちにいたらそっち向くんだ。これで、はあ、はい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 、待って、ここからやると、はあ、でしょ、でこうか、はあ、顔の左でしょ、顔の左、おい、むずくねえかそれ、あれか、はあ、でこうか、はあ、はあ、おい、え、マジで、え、ってことじゃないの？そういうことじゃないの？うん、はあ、いけ、よっしゃー、ひょひょーひょひょひょ、待ってよ、はあ、はあ、何、判定が結構待ってくれますね。え、あれ時間制限は、はあ、ないの？なんでや、場所が合ってないってこと、もしかして、何、場所がダメってこと、はあ、時間制限じゃなく場所ってこと、これ漁業、はあ、なんで、なんで、え、わかんない。わかんない。どういうこと？え、どういうこと？え、今の何だったの？わかんない。いけたわ。なんだ？あの上下運動は何？なぜ上下運動を繰り返したんだ、今。あ、自分の影も使うってこと？やべ、全然見てなかった、それ。あれを自分で遮ってたってことでいいのか？また同時。やべ、ここでもいるの？おい、もうなんかここはないものかと思ってたのに、あるやんけ、バリバリあるやんけ、ここもダメなの？ちょっと、それ一緒になってるやつ？それ一緒になってるやつだね、いいんだね、影が、え、なんか出てきてますけど、え、大丈夫なんこれ、うわー、ああれか、黒い雲か、これは操ってやるわけやな、雷落としてやるぜ、やべやべ、怖い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 、え、影にいればいいんでしょ、影に、あ、ダメ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 、影、お、いけるやん、怖っ、はあ、待って、影にいるよ、俺影にいるよ、怖えよ、怖っ、連れ去られるぞこんなん、ちょ、怖い、影にいますよ、もう、待って、何ここ、あ、ここから来たんだ、降りちゃった怖すぎて降りちゃった、え、あっちが行ってあれ出して上登るってこと、はい、あ、ここ入りますね、うわー、変な匂いしそう、で、ここからどうすればいいんですか、登るとこあるね、ちょ、待って、変なことしないで、変なことしないでよ、うわ、怖い、あぶね上下運動を繰り返していた、あぶね、怖、ちょ、なんかめちゃくちゃせわしなく回転してる、これで反対側に行って、
隠れるもんないよ、隠れるもんないよ、怖いよ、ピヤー、ごめん。あーすまん、あれ起動させればよかったか。ちょっと待って、結構猶予あんのかな、来るまで。一回捕まってから恐怖が抜けないんだが、くそくそ、怖えよ。もう一回行くことになった、すまん。はあ、ただいまただいま、もう恐怖なんだが、ちょっと怖い、はあ、降りて速攻で石を起動すれば多分あのこれが降りるから、ペロって、その下に隠れろってことだな、そういうことだな。捕食され、ちょ、ほら怖いじゃんほら怖いやつじゃん、怖えよ、間に合わってなかったよ、間に合ってないじゃん、怖すぎる。あ、オッケーオッケー、起動したことになってる、もう怖すぎんじゃん、出てこい、コンタを取りに、そう逃げ惑ってもらって、コンタに、おお、これで完成。黒い雲、雨雲、あ、いる、あ、落ちるんじゃない、バチン、いけ、ほらー、ナイス。こいつなんか持ってるか、もしかして違う、倒すだけ、ただなんか持ってんだろう、落とせ、何かいうようなものを。あ、コンタ、あ、そうだ、金の玉取り戻さなきゃいけないんだ、そういうの。あ、コンタ、へい、コンタ、かわいいポーズをしてくれたのに、クロちゃんもよくやる、やる動物の伸びのポーズだ。どうすれば、今度はどこまで行ったんだ、今度は、コンタ、降りんの、下に階段あるし、おろろろろ、おろろろ、おろろーい、いいのこれ、とりあえずあの巣まで行くか、もう自由になったし。ほんでのドラゴン、あれドラゴンなんですかね、でっけえ鷹みたいな、ワシみたいな、鳥っぽい竜だよね、竜だとしたら。え、なんかいいね、え、誰、え、おいおい、逃げんじゃねえ、逃げんじゃねえよ、何これ、え、襲ってくるかと思ったけど違うんだね、怯えてる怯えてる、これなんだ、顔なし、お互いがお互いを化け物に見えてるみたいな、そういう感じ、相手にはこっちが化け物に見えてるみたいな。やべ、ちょっと待って、え、2匹目え、待って、え、こっから来たんだっけ、ごめん、ちょ、来た場所わかんなくなっちゃった、めっちゃ威嚇されたんだけど、ここで来たことあるやつ、来たことない場所、ここ、進む場所合ってたのかな、コンタ、んこって、こんなとこ来てないよね、でもそっちじゃなくない、ね、黒い雲があるとこだけ来ないっていう、多分ね来たことないと思うんだ、こんなジャンプしてないもんね、ここに来るときだから、あの全体にあれじゃない、黒い雲出すために別のとこじゃない、なんかこのトカゲあれだな、蛍光色で怖いな、ここ通ってないと思うんだけど、多分なんか風車みたいなの3つあったから、3つともなんか出しちゃうんじゃないのかな、3回雷やってたら勝つよみたいなお約束の、あ、またあれだ、エリアがほら、お約束のこの、え、これいけんのこれ、ちょっと待ってください、ちょね、ほらここ晴れてる、晴れてるけど、ここちょっと怖っ、あいつも3体いんのかな、チュンピャー、ちょ、おい、
あまゆさん、ほんとイコみたいな、ゼルダみたいなゲーム。ね、ありがとう、スパチャ。スパチャありがとうございます。スパー。綺麗だよね。こういうゲームね。でも、怖えよ。戦闘はないけど、ちょっと、大丈夫？ここ大丈夫？ちょっと大丈夫？怖い、押されないとこ？怖いよ。怖いよ。明るいとこに出てるのが怖い。大丈夫？あ、大丈夫だ。捕まってる間大丈夫だったみたいな。もう。ね、3つあるから3つ出せばいいと思うんだ。でもコンタがいないからちょっと心配なんだ。まだあそこでやること終わってないコンみたいな。終わってないコンよって言ってくんねえとわかんねえ。オートセーブは入った。あ、コンタおるやん、コンタ。不安になるからコンタ。常に俺のそばに寄り添ってくれないと。ここはなんだ。行き止まりただろ。はーい。コンタいた。先回りしてたわ。ねえ、ダンジョンギミックとか楽しい。終わってないコン。いたいた。コンタ。コーン。よし。怖い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 。コンタ。コンタ守ってくれ俺を。大丈夫か。怖え。ああ怖え。なんだそれは。もうステルスアクションになっとる。くそ、俺に武器をくれ。あいつを退治してやる。弓くれたら俺が退治するのに。こえー、ちょマイクラのエンダードラゴンみたいな。ね、どここれ。どっち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 、こっち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 、ひゃひゃひゃ。こえこえ、合ってんの道。見ちゃってんのかこれ。ポーン。ひゃっ、怖っ。怖いよ。寝吹きなさそうだからね。ギミックで倒すんだよね、やっぱり。そこ飛ぶんじゃないの。OK、いけたいけた。どこどこ、怖え怖えよ。こっちちちちちちち、こっちだね。よし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 。なんか歯車のマークがあるよ。で乗ってポンと、ちょちょ、おお、怖っ！今見えてたの？怖え。怖え。でも食べられてないってことは多分大丈夫ってことなんだろうけど。怖えわ、もう。捕食者が目の前にいるの怖すぎな。しょ。あ、捕食者と捕食対象こんな近づけるんじゃねえよ。なんだこれ。でっけえバルブハンドルみたいな。何それ。コルク抜くやつじゃん、これ。ワインのコルク抜くやつじゃん。知ってるよ、俺。ワインのコルク抜いたことないけど。コルク抜きじゃん。ん？何これ？波マークが。階段だな、多分これ。階段が。ジャンプ力があれ。あれば。ん？どうすれば？なんか光ってんだよ。コルク抜くやつじゃん。乗ります。え、何それ、頭に何か乗せてんの。頭に乗せてんの、何それ、おしゃれ。これなんか人の頭に乗ってるわ。これなんかあれだよね、頭に物乗せて運ぶ人いるよね、どっかの国で。それか、すげえ影で、こういうこと。全部に影を渡して、なんか月のマークがね、いい感じになったから。流行りかね、流行りかね。待って、これ。ダメか、下から叫べよ。上になんかあるのに。とりあえずこれで影で繋いだから、足場出たでしょう。ね。オッケーオッケー。ほか、あれ。なんなの？
船員で炎役の人がいんいろいろいるじゃないですか、船医とかさ、さあ船直す人とかうわあちょっと聞いてないびっくりした今びっくりした、おいもう自由だな、すかここあいつの、あいつここ入れるだろサイズ的に、えなんだ、え無理、プリンプリンプリン、いやほら食えねえんだろ俺が、うわあ脅かし、ただのあっあっくそくそ、あれだ、一回目の前でこかされると永続的にこかされるわ、くっそやっちまった、もうえでもなんか普通に通れるのは別にいいんだな、あれダメだ、一回目の前でね止まるとダメ、あれ落ちるまで一生脅されるわ俺、こいつくるりんぱくるりんぱ、オッケー、こっち来ちゃえばもう何も怖いものはね、行けばよかった普通に、いや食われる、ジャンプしたら食われるかなと思ってバクンッつってなことはなかった、伸びたー、伸びたが伸びたけど、え伸びたね、伸びてなんだこれ、一応捕まるところはあるんだよね、降りてみるか、持てる、そういろんないろんな死に方を試してみようと思ったんだけど、ふん、あそこには行けないよね、あの扉出たいんだけど登れないもんね、高すぎて、意外に階段状になってくれないのか、待ってこれ伸びたことは 何なんだろう、伸びて何ができるようになったの、ただ伸びたのこれ、あの扉を何とか倒したい、ずっと見てんね暇か、めちゃくちゃ顔見してるじゃん。ふん。でも今んとこいじれるのこれだけだもん、ね。これであの、両方の影を隠すと、多分あれかな、左を隠すと、左二つ隠すと、影でね、あの、足場が出てくるのか。で、右二つを隠すと、あの月のマーク。あれが反応してると、扉が開くんだよね、そこの。この扉にも入りたいんだけど、棒に捕まる、捕まれるか、棒に、待てよ、いけっかこれ、いけっか、いやでもブン、長い頭に取っ手があるから捕まれるんじゃない、これこの伸びたやつのこと、あっそこ捕まれんのか、ごめん、あそういうこと、ここ捕まれるのか、それ全然知らんかった、マジか、待って、捕まれるから、捕まれるから登れるようになったね、登れるようになったけど、待って待って待ってよ、なるほどな、あの金ピカのとこ捕まれるんだな、それがあっちゃダメだよね、高いから、待って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 、いい具合に、いい具合にならんか、そこの距離って飛べる、あの距離、そのそいつが塞いでる、とりあえずあそこの扉開いてなきゃダメだよね、まず。
待ってくれ。それ登れるか、もしかして。待って待って待って、すげえことに気づいたぞ俺は。そこ行けるな。取っ手があるぞ。よし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 。うわあ、おー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 、いけたいけたいけた。これでうまい具合にいけるでしょ。これで影の隠せる範囲がすげえ考えられてる。あ、待って待って待って、ごめんごめん、動かしちゃった。よし、いけたいけたいけた。はあ、傾けてやったぜ。取れなくてよかったな、これ。壊れちゃったらもう、済んだけど、ここ。よし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 。いけたー。ういっ。いや、これは気持ちいいぞ。ここダメなん？なんで？何もないから？もう、聞いてない？ちょっと、やめてください、やめて、やめてください、やめてください、やめてくださいよ！うわぁ！あぶね。ほぉ。ちょっと、ほぉ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 、怖え、怖え。反対側は何もなかった。もう、なんだこれ、船だ。風のタクト、ん？なんかあれだね、ヘビになってるね。船首か、後ろの方か。船尾、船尾がヘビになってる。ああ、もう影だったらいいみたいなあるけど、多分屋根がないとダメなんだろうね、勝手な願望だけど。ここも来るんでしょ、どうせ絶対。あ、来ないの？建物の中は大丈夫？吹き抜けだけど、上多分。まずあの出すか、あれもあれ。びっくりした。罠じゃん、もう怖ぁ、もうビクーンなるわ。罠だった、そんなもろかった今の。いける方が、どこどこそこどこ、待って、どこどこに来たんや貴様。どこそこ、いないよ。でもうん、見えない。おお、また来たのか。ロリンパ、あ、見えてなければいいの。こいつなんかリドリー、口がさ、顔が白い。目はつぶらだよね、でもね。すごい。目はつぶら。だな。ん？お、いけたいけた。ん？こっち？ピャ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 ！落ちたやん。なんで今回転できたんだ、あれ。一周できたけど。違った。やっぱあっち側止まなきゃいけないよね。なぜ裏にもなんか回れるとこあったんだ。あそこの壊れるのかな、木の板バーンみたいな。いずれあっちに入る時も来るのかもしれない。よし。オッケー。いけるやん。もう。あ、でもちゃんと。すごい。この縄とかさ、なんか現代的？違う？ちょ、何？おるやん。こいつ。なんだ？俺おちょくって楽しんでるな、あいつ。なーんだ。これ？下の方が光ってるね。太陽の。これ壊すんだろ、多分。バゴンっつって。うわあ！うわあ！痛え！なんだこいつ。くそ。おらあ！くらえ！うわあ！もくもく。あ、逃げた。臆病者め。これで下半分のやつを出したのかな、太陽の。もう一半分あるよね。これ持っていきます、足場です。二度使えます。奥で登ると、
なるほどね。またあそこ絶対出てくるだろう。やはりバレてないのこれ。とえいや、よし。なぜ俺あいつに怯えながらこんなビクビクとしなきゃいけないんだ。あそこ飛べるね。飛べる、落ちたくない。よかった。あ、下から行くんだね。なんでほらこんな怯えながら行かなきゃいけないんだ。待って、そっち飛ぶんじゃないの、そっち側に。え、アナログスティックの具合の問題これ。え、登っちゃダメだよね。待ってね、反対側飛ぶと思うんだけど、なんかあっち側を見てくんないな。判定がちょっと厳しい。アナログスティックの判定ちょっと厳しいっすよ。ちょっと OKOKOK、 あの片手離してなんかあっち側見たらね飛べるんだけど、それの位置がなかなかちょっとシビアだった。ちょっとアナログスティック、アナログスティック、スティックの位置今一瞬見た。 OK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 、 よしよしよし。で、あ、もういけたじゃん、簡単。オレイ、もくもく、ショワショワ。いけ、2回目だこれ。多分こいつは1体しかいないと思うから、2度目の雷を食らえ。はーい、まだ元気だなこいつ。早く金の玉返せ俺に。よし、また暗闇に覆われたな世界が。で、うん、そっから出ればいい。いや、こっちから来たのか、普通に出ればいいかこれ。登れないここは。わしはどっから来たんやったっけ。来た道戻ってみる。降りればいいか普通に。あ、今度はおるやん。おったおった。あとひっとと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 とやべ、危な、やりすぎたかと思った。コンタ、コンタ、どこや、コンタ。またおる、おら、怖えか、俺が、俺が怖え。あ、そっち、コンタちょっと見づらいよ、コンタちょっと見づらいぞ、コンタいた。うん、おう、ホンター。船の残骸だ。よし、今回はちゃんと導いてくれたね。前回あれかな、コンターを省いてというか、コンターの後ついていかずに次のルート行っちゃったのかな。今回めっちゃ導いてくれるじゃん、ちゃんと手順を踏んだからか。コンターやっと出番、俺の出番。おい、よし。でもあいつ倒したて金の玉取ったらクリアかな。まだ続くのかな、もっと楽しみたいなこのゲーム。50時間ぐらいないかな、ボリューム積みゲーいっぱいあるけど、終わりたくないこのゲーム。コンタ、コンタいな、え、え、え、せい、合ってんだ。よし、またあの覆われてないとこ行く世界。うわー、すげえ、今度海なの。今セーブされたこれ。やべえじゃん、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 やべえじゃん。おぉ。おるやんね。はぁ、あ。でもどうしよう。ここで終わっとこうかな、一回。なんかすげえお腹すいたんだよな。
やめる理由がお腹空いたっていう。いや、まあ寝るだけなんですけど、あと。昼もいいし、ここで終わろうかな、一回。多分あと一個やれば、でも、どんぐらいだろう。まだいけるかな。30分あればクリアできるかな、この面。どうするか。海に潜ったら、潜ったらいい、潜れんのかな。潜っても普通になんか捕まりそうじゃない。あ、でも潜れない。あ、潜れた。あ、潜っても大丈夫なのか、もしかして。いけるのか。いや、どうしようかな。行こうかな、もう。やっちゃうか、もう。行っちゃったし。あいつ倒して終わろうか。あ、でも倒したら金の玉を奪い返すところからまた。プーン、もう行っちゃおう。もう行っちゃいます。お腹空いたけど。あ、でもなんか難しそう。謎解き難しそうだからやめようかな。何これ、息継ぎポイント、これすげえこれリアルでできるやつだったんだ。これできないやつだと思った。これすげえこれなんかドンキーコングとかでできるやつだと思ったのに、まさかこの少年もできるとは思わなかった。すごいやん。そして石板みたいなやつ一個もあれだな、見つかってないな、あれ以来。これやばくない？これ、これやばくない？これ。死ぬくない？死ぬくない？ぷよーん。こんな一瞬で、息継ぎできますかね、これ。でもこれもゲームなんだけどさ。お。もしかして、あ、一周回ってきちゃったって。よかった、すぐにこの空気の玉が生成されてよかった。ここから出ればいいのか。よし、息できたわ。まあもう一回やろう。サーファーの絵が光るね。あ、でも今日の勘は冴えてるからな。ささっとクリアしちゃうぜ。鍵がないけど。え、なにこれ、鍵持ってこいってめん、これ。え塞がったね、道。ってことはなんだ、この絵に入るのか。ファ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 、違う、マリオ64じゃないの。マリオなら入ってた。あれ、鍵一個も持ってないって。待って、ここ来ちゃダメだった？あれ？初めてだぞ、こんな。初めてですよ、こんなに放置プレイされたのは。あ、ごめん、塞がってないわ。鍵2個持ってこいなとこなのか、じゃあ。え、外に、ん？まだ来ちゃダメなのか。やべやべ、息が。こっちか。鍵2個持ってここに来いっていうとこだったっぽい、多分。外にもなんかいろいろ広がってたからね。そういうことか。コンタ泳いでないかな、どっかに。でもなんかありそう、外に。この水の玉あったらいくらでも生活できんじゃん、水の中で。魚綺麗だね。ちゃんと定期的にあるぞ。PUBG にもこれあればいいのに一生潜れるからゲーム性が崩壊するけど。来るの早かったみたいだね。ほら、なんかいろいろ行けるところある。ほら、別の入り口あるから、多分また左右に別のあれがあって、ギミックが両方攻略したら2個かけるんだよみたいな、そういうパターンやろ。お、いけそう。下もなんかあるわ。ほい、ここまた別のところだね。間違えた。よし、今度は中入ってこれんのかな。捕まるとこあった。
よし。ん？オッケー。で、オッケー。で、ん？オッケー。ん？あいつ多分開けたとこだったら来るんじゃない？あいつに。これでいけるか。ほい。よし。くそーそこ穴開いてんのかよ。あの野郎。穴の野郎、こっちじゃない。くそ、目の前で。油断したところに穴を設置しやがって。くっそ。ぬか喜びだよ。鍵あるね、目の前に。あとちょっとだったのに。よし。こんばんは、これって前に女の子連れてやったやつと同じ。違う、違うよ。でもね、それにインスピレーションを受けてると思います。ゼルダとかね、ゼルダの伝説とかイコとかいうゲームにね、そう、影響を受けた作品と言われております。作者さんが明言してるんだったかな、どうだったかな。明言はしないのかもしれない。鍵ゲット、簡単やん。チョロリン、チョロリンキーだ。戻りやーす。息吸いて、あと一つだね。だからさっきね、城から見て、城？遺跡から見て右に行ったから、左側に行けばまたあるでしょ、多分。石板はないのかな、石板。石板がまだ欲しいな。石板一個しか手に入れてないのにはね。こういうなんか、そっちでも何もないもんな。クラゲめっちゃおるし。うわあ、襲われる。息をさせてくれ。うん、あんなとこにあるけど、そう、一番最初のとこでゲットして以来ね、石板ゲットできてない。あれなんか物語に関係ない気がするんだよね。やり込み要素な気がする。コレクションアイテムみたいな。いや、もしかしたらトゥルーエンドやな。あくびしてたらトゥルーが言えなかった。トゥルーエンドのあれかもしれんけど。また別の入り口見つけた。ダメだ、魚見てるとお腹空いてくる。刺身食いて。ちょ、暗い暗い。水で鍵って2個持てんのかな。素朴な疑問なんだけど。はい、はあ、どうなった。待ってくれ、これ後でいいか。こんばんは、めちゃくちゃ久しぶり。いらっしゃい、元気でした。真逆にあるってこと？いい？こうかな？うん。違う。はあ！はあ！そっち側多分掴めないよね。左右以外も掴めんのかな、これ。何の刺身が好き？マグロの刺身好きだよ。シンギャに刺身いいじゃん。ほい、掴めるわ普通に。横しか掴めないこともなことはねえ。2個目、お、初めて2個持ったぞ。何十個持てるかちょっと試したいな。何十個もないが、よし、これでも中央の塔に入れるぞ。そうそう、二人目妊娠中。あ、もう5ヶ月。すごい。虹の母。すごいね。おめでとうございます。
ちの友達はね、子供5人いる子がいますよ。すごいよ。いや大変そうだなって思いますけど、鍵ゲット。くそ、俺はゼロ時、俺あれだから自分が子供なんで間に合ってます。自分の世話が大変だからな。5人います。すごいよ。ビッグダディいるわ、友達に。そのうちね、多分テレビに出るでしょ、ビッグダディとして。このままの流れだと多分ビッグダディだわ。31歳児。言葉にするとすごい危険だな。間に合ってるんだ、子供は間に合ってるんだ。俺が子供だし。よし、ねえ、3つしか年違わないのに2児の母、すごいよ、すごいよ。オッケー、子供だったか。バブー。低音バブン。待ってー、明るいな。よし、天井穴開いてねえか。あの鳥が来ないかだけがすげえ心配。これ自分の影でもいいんだな。全部出した状態でか。なるほどな。これの光で、ほら、え？影であれを出させるでしょ。ちょうどいいところがあるんだね、多分。あ、なるほど、こういう感じのさ、ほら、あの石像の影になるような。だから2個できるやつがあるんだよ、2個できるやつ。2箇所できる場所が、2箇所できれば1つ自分でいけるから、1つ自分で影にできるから、うまい具合にこれを使って影を、ね、2箇所いける、これ。3つ、3箇所開かないかもしれない。あ、いけとるやん、いけとるやん。ね、これで、オッケー、よし、自分の影で開けた。ついていけ、やべえ、大丈夫かこれ、溺れんか。よし、危ねえ、普通一緒に上がると思ったら置いてかれた。ほほう、よかろう。なんか奥マークある。素通りすぎる。なんか外から持ってくんのか。ここに奥マークね。この石像は動かせんし。
今日の俺は冴えてるぜ。ちょ、怖っ。多分先になんか落とすのかな、上から。ちょ、怖いっす、怖いっす。何もないっす、何もないけど大丈夫。影がある、俺には影があるから大丈夫。これは、これは先にやってからか、これ。あ、叫ばないね。え、でもだってできる場所ないでしょ。なんか潜れるから下から持ってくるとか違うよね。この弾持ってくるみたいなことはできないよね。中で叫ぶこともできないしね。まあ今期待でしょい。影では助からんかった。っきりなんか上から落としてからやるんだと思ったけど、こっちは影ある、そっちも影ないよね。何影というか屋根がないもんね。屋根が、屋根なし、屋根なし、うん、あそこに小玉のやつあるんだけどね、ふん、叫べないもんね、ここ。危ねえっす。あそこになんかね、真ん中に置かなきゃいけないよね。置いて、またあの鍵のマークをやらなきゃいけない。待ってくれ、なんだこれ。外出たくないんですけど。うん。なんだなんだ。パーツが足りないよね、絶対これ。今の状態でパーツは揃ってないよ。でもあの押せるやつだったけど浮いてこないもんね、あの弾。拡声器。拡声器浮いてこない。中のあれを作動させたらこれがバーって降りると思うんだよな。ちょ、こっち行ってみる？明らかにないよね、屋根が。え、ダメか？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 いやー間に合うか、これ。ギリ間に合ったりする？そこ登れるとこあるからさ。ひゃうわやっぱ先になんかしなきゃダメか。叫んでくれないんだよな。これなんかぶっ壊すか。ふんしか言わない。ふんしか、やっぱ潜れってことかな。裏側なんかあるとか。これ持っていける。無理だよね、無理だよね。これがね、動かせるやつなんだけどね。やっぱり中じゃないかな。あれあるのにな。あれを影で隠したいよね。待って、影で隠せるかな。自分の立ち位置で。でも後ろから光当たってないとあれ隠せないよね、あの影。なんだろう。今んとこ全然ピンときてない。叫ぶボタンでもふんしか言わないし。裏側にないから。裏側にやれ、裏側にやれ、裏側に。うわー、行き止まりだ。絶望しかない。あ絶望しかない。あっち、こっち側に行けば。今日初めて悩んでるね。だいたいすぐ行けたんだけどね。こっち一番奥に行ったらなんか穴蔵みたいな、屋根みたいな。その穴に隠れろ。その穴はお前のエデン。これ持っていけるとか。頭でもね、ここまであれ伸びてるからやっぱり
上からなんか落とすんじゃないの、ね、な何か引きずるにしてもこの段差の中で行わなきゃいけないんでしょ。いけ、破壊は無理でしょ、ね、上の部分持って上がれないか。来た道も塞がってるよね。どっか捕まるとかあったもしかして。登ってく、あ、じゃあ死んだ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 。ぶら下がってる時は無敵なんだよね。いや、無敵ではないんじゃない？あー、壁とかに。どうだろう。待って、ここ登れんのかな、どっか。そういうこと？壁登って伝って、白い線みたいな、ないか。ここ叫べないかな。うん、わーっつって。こだまもないよね。こだまもないし。壁伝い。ダメだ、その壁は乗れない。出て左上は、ちょっと待ってね、待ってね。やっぱ出て、まず出るのかな、ね、どんだけいじくっても。うん、やっぱ乗せなきゃダメだ。やっぱ外出るぞ、外だ。俺がやるべきことは外にあるんだ、絶対。外の壁な、壁な。そこか、ごめん。そこか。ごめん、左はあれだね。砂が持ってるからいけるんだ。あー、なるほど、ありがとう。ここか。あ、ちょ、ごめん。登れ。怖い。あったわ。これ、足場だったか。いけた、すまん。ちょっと、ピー。屋根、これ屋根だよ。いけたわ。行き過ぎてたね、あの階段みたいなとこに。すぐ近くだった出て。あ、いけるやん。はよ。オッケー、よし。オッケー。いけた。やっぱり上から落とすんだよね、あれを。ちょ。あ、でも今落としたやつ使えるじゃん。これ。あるやん、ほら、これ。やっぱこれがないとダメなんだよ。置物がないとさ。よし。で、これと、あの、あれでいけると思う、多分。これに鍵が置いてある、的な、やつで。ね、ほら。ぴゃぴゃー、ぴゃぴゃぴゃー。よし。オーケー、いけたー。で、これを使って影をパーンやって、うぅ、はぁ、よし、ドア、いや、水が、水位がやばい、閉じ込められる、怖い。やばい。これでこっちか。屋根をください。僕に屋根を。普通にこれ周りスカスカだから横からバスンっていけそうだけどね。やつはそれでもこれない。いけた、これだ。早く捕まれちゃう、食べられちゃうから。よし、オッケー。あがー、くらえ、サンダーボルトテンポ。ほら、ナミさん、勝った。これ勝ったか。もう3回食らわしたんですけど、もうそろそろいいやろ、諦めろって。降りまーす。行ったでしょこれ。さすがにもうやつはもうビリビリでしょ、ね、どうだ、サンダーボルトテンポとか久々に言ったな。
クリマタクト。おおお、鳥か。コンタいないよ。コンタ導いてくれないよ。で、3回目なのに、もうそろそろ、そこ入れってことか。あ、いけるやん。何これ、初めての演出。あー、パキーン、なくなった。え、なんかあれだよね、王様とお妃様が子供に向かってなんかラッパ、ラッパ吹いてた。真っ暗になっちゃった。コンタ、赤ちゃんが多分自分じゃない、多分ね。だって全く関係ない人のあれを見せさせられても。コンタがいるぞ、今の俺らに。コンタが裏、上に。エンディング間近、いや間近じゃないんだって。1個目だよ、だってなんかの記憶1個目だよあれ何者かの記憶1個目なんで、多分まだまだあるんじゃないかな。まあ、とりあえずキリがいいからね。ちょっと金玉取り戻したら、おります。終わろうかな。金玉泥棒を退治したので金の玉泥棒をね退治したからね。俺バンバン台でしょう。まだ先長そう。楽しみ。嬉しい。コンタどこ行った？さっきまでいたのに。ん？待って、降りちゃダメなんじゃないの？そっち行けってこと？あ、行けるじゃん行けた行けないかと思ったら行けたわ。コンタどこだ？暗いぞコンタ。こっちだったのか。ほーい。ここも来たことない場所だよね。ね、暗くて全然見えなかったけど、行けたわ、あれ。で、ここ足場、狭いっていうことに今、気づいたけど。足場見えねえ。大丈夫か、これ。落下しありうるぞ、これ。ん？ん？こっちか。おぼろげー。明るさ設定ってあったかな。ちょっと明るさ設定上げた方がいいんじゃないの、グラフィック。適用。明るちょっと明るさ上げてた方がよかったかもしれんな、これ。暗いところでちょっとこう開けよう。明るさ上げよう、これ。全然違うやん、もう。バリ見えるやん。めちゃくちゃ見えたけど。コンタ、見違えたな。コンタ、いた。コンタ、書き消えた。だいぶ見やすくなった。あの暗い洞窟みたいなとこもあれや、これやっとけばよかった。明るさ、前回のさ、あのザ・ミッシングで明るさ開けすぎてすごいことになったから、控えてたらちょっと損してたかもしれない。ファー、ファー、なんだこれ。そこから来たよね。登れる？これもしかして。ちゃうね。
たい。あったやん、あったあった。この高いの登るんだやっぱり。登りたいと言ったが、いざ登るとなったら大変さ。音楽がなんか流れ出したよ。なんだ、うん、飛びます。よくここでジャンプできるの。降ります。ポンポン、近いぞ、ゴールは近い。ついだけど、やべ、ツタが焼ける。なんかすげえすげえいるけど、お前たちなんだ。この弾は俺の弾だぞ。おらー、おお、ストライク。大丈夫、落ちない途中で。すげえやばいこいつしぶとい。こいつも跳ねないから飛べないよね多分。やめてくれ、やめてくれ、ちょっと怖え怖え、バタバタしてる。うわ、ちょっとちょっと怖い。あ、いけ、叩け、よし。ボーリングだった。これちょっとミスったらまた拾い上げなきゃいけない。ボーリング拾い上げること無理だろ、だってあれ重いのに。どうなった、鳥鳥どうなった。これ燃え尽きてる、原型なくなってる。あ、でこれまた夜にするに。ホンタ、ホンタどうした、呼んだ俺を、呼んだな、ホンタ。なんだよこれ、最終的に立つやつでしょこれ、夜にして。え、何もせずのまま、こっち行ってもなんかあるの。これ来た道戻る感じじゃないこれ。んだから、あれかな、やる、謎解く前に行ったら、石板とかさっきの鍵穴みたいな。鍵穴何個あった？ 8 個ぐらいあったよね。確か。で、石板は5個だっけ？ 5 個だけどなんか、最初のはなんか4つに分裂してて、2つにしか割れてない石板もあったよね。これは一回通った道か？謎解けばいい？解くか、謎。ないだろう、どうせ。また新たな世界に行くのかな？夜にしまーす。雨雲放置でいいの？夜にしまーす。違うか。やっぱ夜、やっぱ夜だね。どこだ？どこだ？朝なっちゃうけども。ここになかなかいかんね、影が。あれ月のマークなんだけどな。これちゃん置いて。月のマークなんだけど、いい塩梅。これでいいんだ。夕方だけど。いいのか。夕方だけど月のマークで良いらしいです。おいでおいで、どうした、おいでおいで、どうした。オッケー、開いた。扉開けるね。トイレじゃなかったかもしれない。ただ呼ばれただけかもしれん。よし、おいで、これじゃおいで。トイレかと思って開けたのに違ったか。あ、戻った、クロチャハウスに戻った。え、上だ多分。あ、あれだもんね、こ
この道閉ざされてたけど、あれ雷を3回落とすことにより、わかんないけど上の道がさらに消えるんだったね。だからここの一番てっぺんを目指せみたいなアングルあったもんね。最初に音楽がどんどんなんか主張が激しくなっていく。鳥の紋章が、壁画というか、これ階段が、あ、ほら雷を落として、じゃあ雷を落として鳥を退治するのがこの階段の出現条件だったってことかな。うん、音楽綺麗。そう、来なかったから階段が、前崩れてたというか何もなかった。もうこれ以上上はあるねーなるほど。え、あれかな、塔のてっぺんに着いたらクリアかな、このゲーム。だとしたらあと2個試練があるね、多分そうだよね。いや、もう1個ぐらいあるかな。あ、もう1個ぐらいありそうさっきので1段階上がってここに来たでしょ。で、そこのやつでもう1段階上がって、でさらに上があるから、あと3つ試練あるな。楽しみだな。うん、ちょっとオートセーブ入ったら終わろうな。一回、なんだこれ、次あれか、さっき砂漠みたいなとこだったから、今回はアマゾン森林、また高いとこあった。なんだ、オートセーブ来たか。あ、入れるね、また。いや、楽しみだ、新しい世界。映像綺麗だからな。ジャングルかな、ライオンとかいる、多分またボス的なやついるんじゃないかな。今度はあれかな、血を這う動物が。さっきのは鳥だったからまださ、屋根があればなんとかなったけど、やばいぜ、ライオンとかが敵になったら。ジャガーとか、密林っぽい。これプライム会員なんで、アマゾンはちょっと、なに、またあれ、船、またマントないじゃん。いつもマント失ってんな。ボタン押せってか。雨だ。海か、周り。うわぁ、やばい。うわぁ、うわぁ、海だ。行って。え、海洋生物、次は。あ、ゼンラマン、ゼンラマン、なんか言えやー。風邪ひくぞ、もう。全裸マン無口。おお、あ、ローディング入ったな。全裸マン、全裸マントマン、略して全裸マンね。くそ、何も言われんだもんな。あれ自分かな、未来の。コンタ横にいたし、大人になったらコンタはもっと仲良くしてくれるんか、俺にもっと良くしてくれるんか。あ、おお、草木生い茂ってる。おお、いや、すごい楽しそう、ここ。もちろんそうな面じゃの。オートセーブされたか、これ大丈夫か。最後のチェックポイントからやり直す。ちょっと待って、セーブされとるんかな、これ大丈夫かな。はあ、割れたけども、セーブされとる、これ。でもさすがにステージ間移動したし、セーブされとるよね、これ。ちょっとこれやってみよう。はい、頼む。またあの鳥から逃げるところとかだったら悲しい。あ、これロードしつつセーブしててくれたんだ。これどうする、あの砂漠に入った時点のところだったら、これ最後のチェックポイントそこみたいな、だったらやり直しとくけども。あ、オッケー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 、よーし、ちゃんとセーブされてたんで、次はまたこの面からやっていこうと思います。面白そうだね、ちょっと突発で始めちゃいましたけど。いや、よかった、これ無料でね、ダウンロードできる期間があったんで、とりあえず確保してましたが、なんという神ゲーだという。面白そう。これから先もね、光に飛び込む前にセーブされた。あ、マジか、飛び込む前にセーブされてたか。ありがとうありがとう、見てなかったです、ね、じゃあ終わりますね。ぜひまた見に来てくれよな。クリアをみんなで目撃しようね。コンタ
コンタともっと仲良くなれるのか、こうご期待です。お疲れ様です。映像綺麗だしね。あ、終わろうと思ったら画面がよし、終わる、ゲーム終わる、放送も終わります。おやすみなさい。切りまひ、白ライムです。これね、プレステ4とか Xbox とか PC 版いろいろあるらしいんで、もし気になったらちょっとなんかセールとかなったら買ってみてね。またもしかしたら無料で配られるかもしれないしね。お疲れ様です。寝ます。